の皆さん、こんばんは。山内美月です。こんばんは、浅井ななみです。ななみです。お願いします。ズッキーズッキーささやきのコールなんか新鮮確かに、ね、では早速、はい、この時間はささやきなぞなぞのお時間となっております。いや、マジで一番緊張してるじゃあ、私から出題するね。はい、いきます。すずめ、うさぎ、バッタ、呼びかけても振り向かないのはどれだ。スズメ、ウサギ、バッタ、はい、え、もう三択じゃん。三択。え、これ外したら超恥ずかしいじゃん。え、呼びかけても振り向かないってことでしょ。振り向いてくれない。え、普通に考えて、バッタじゃないの。理由はなんか一番振り向いてくれなさそうだ。ということで、それでは始めていきましょう。せーの、 AKB48 のささやきラジオ。多分山梨、石川、福井でしか流れないから。改めてこんばんは、 AKB48 の山内美月です。そして浅井です。イエーイ、お願いします。お願いします。え、ね、すごくね、含めて分かったのかなって思ったの、うん、そしたら理由聞いたら違うやん全然違ったただのミラクルでした、うん、ね、よかったわ、はい、ということで、ナーミンは今回、うん、なんと2回目の登場です。そうなんですよ。特番入れたらね、3回目だけど。そうだね、このラジオになってからは。そう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 、うん、嬉しい。しかも約1年ぶり。ちょうどね、7月とかから始まってたから、うん、そっか、本当にちょうど1年ぶりね。ありがとうございます、うん、また来てくれて。すごいよ、ね、そう、うん、この1年間の中でも、うん、結構私からちょくちょくナーミンの話をこの番組で出してて、うん、本当大きく、うん、聞きますよ。そう、芋の話やら、うん、あの結構ね、いろんなとこ遊びに行ったりするじゃん、うんうん、そう、そういう話をしてたんですけど、うん、まあここでメールをご紹介させていただきたいと思います、はい、ラジオネーム、微笑みの虹さんからいただきました、うん、ズッキー、ナーミン、こんばんは。7月でささやきラジオレギュラー放送1周年おめでとう。レギュラー1回目の放送もズッキーとナーミンのコンビだったので、1周年でも2人のトークが聞けてとても嬉しいです。1年前に2人で行きたいと話していた富士急ハイランドにも行くことができたり、この間2人でディズニーアニメーションイマーシップエクスペリエンスにも行ったと話していましたが、次に2人で行ってみたいところとかやってみたいこととかありますか。だそうです。イマーシブエクスペリエンス、初めて言った人のさ初, めえ、うん、初めて言った今そうね、行ったよね、ここの2カ所、うん、うんうん、行った行った、行ったし、うん、まだ私たち、うん、言ってないけど、うん、行った場所もあるんだよね。初出し情報ですよ、うん、そうそう、実は私たち、うんうん、ディズニーランドにも行きました。行ってました。実はね、そう、しかもこれは、うん、ズッキーからの私への誕生日プレゼントで、そう、連れてってくれたやつ、うん、そうなんです。楽しかった、めちゃくちゃ。そう、ずっと行きたいって言ってて、うん、そう、なんだっけ、昔、うん、そのコロナ禍になる前、2019ぐらいかな、うん、の秋とからへんに、うん、ディズニーシーに
5時からのチケットで行ってたんだよね。そうそうそう。それが初めての月並みディズニーで、うん、でも5時からだったからやっぱ時間も短くてあっという間だったんだけど、うんうん、ようやく初めて一日中、うん、そう入れたんだよね。だし初ランドだったし、そうめっちゃなんかさもう40周年だから、うん、もうずっと行こうって言ってたけど、うん、そうそうそうなかなか予定合わずだったんだけどね、うんうんうん、行けてよかったし、よかった、めっちゃ楽しかったね。楽しかった、いっぱい乗れたよね。いっぱい乗った。なんか、うん、私ずっとベイマックスの乗り物乗ったことなくて、うん、でもズッキーがめっちゃおすすめしてくれて、そうでもドハマりもうあの日で。そうあれはなんか曲をね、曲が何曲かあって、うん、それを知れば知るほどどんどん楽しくなるアトラクションだから、うん、ナオミにも絶対1回は乗ってほしいと思って、うん、あの一緒に並んだんですけど、うん、結果2回乗れたんだよ ね2回乗った。そうそう、2回目にはもうナオミも、うん、あのお気に入りの曲とかも決まるぐらい、そう決まったし、そのお気に入りの曲が流れたわけよ。そうそう、偶然あれランダムだからさ、うん、自分の番で何の曲が流れるか全然わかんないんだよね、うんうん、そうそう、ちょうどナオミのお気に入り曲が流れて、うん、最高の締めでしたね。めっちゃ良かったよね、うん、もうさすぐさまた翌日もさズッキーがさ、うん、もう今日も行きたくなったもう本気で行くか迷ったって言ったけどそうでもまた行くっていう約束はそうもうしてあるので、そうです、もう絶対行きます。そう絶対行きたいと思います。うん、まあディズニー以外にもね他にもいろんなとこにナーミンと行きたいなと思うので、うん、そうなんだよ、オムライス行こう。あそうだオムライスの約束は、うん、ディズニーよりもだいぶ前にしてたけど、行きたい店もずっとね何個も溜まってってるばかりで、ね、そうなんよ、行きましょう、全部行きましょう、うん、ではではということで、それでは AKB48 のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないからぜひ最後までお付き合いください。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りします。48のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないから。AKB48 の山内瑞希です。浅井奈々美です。さてコーナーに参りましょう。最初のコーナーはこちら、ひそひそコロコロトーク。イエーイ。このコーナーでは全国放送じゃちょっと恥ずかしくて言えないという話を、山梨石川福井なら秋葉も遠いしギリギリ言えるということで、リスキーな話からちょっと照れちゃう話まで話していくコーナーです。うん、はい、ここにサイコロがありまして、うん、サイコロの目にそれぞれお題が用意されてるので、うん、それを振って出たお題でトークをしていきます。うん、ちなみに1が出たら〇〇、うん、のこんなところにキュンとする話、うん、2が出たら〇〇のここだけは直してほしい話、うん、3が出たらスマホの一番使ってるアプリの話、うん、4が出たら今ハマっているものの話、うん、5が出たら暴露話、そして6が出たらサイコロを引いてない相手にお題を選んでもらいます。うん、はい、じゃあ早速今週は私がサイコロを転がしたいと思います。どれかな、何が出るかな、いきます。はい、6! 6じゃん、やった6、初めて出た6。じゃあナーミン、私が選んでいいんでしょう、うん、何でもいいよ、もうここに書いてないことでも何でも聞きたい。そんなことある？本当だ、何でもいいです。でも、うん、せっかくだったら、うん、もう今ハマってるもの聞きたい。あー、ハマってるものか、うん、OK。 ハマってるものね、ダズカメラ。あああの日以降ってこと？え、そう、うん、ナーミンと、うん、そうディズニーに行った日に、うん、ナーミンと、ね、取り合いっこしたんだよね、うん、ダズカメラを使って、うん、ちょっとフィルムっぽくね撮れるね。そうそうそう、カメラでね、そういろんなフィルムにできたりするアプリで、うん、結構エモい写真が撮れたりとか、うん、おしゃれな写真が撮れるアプリが結構世界でもバズってて、うん、流行ってて、うん、で私も結構最近入れて、うん、でその日撮ってからすごいハマって、うん、いろいろ撮ったりとか、うん、そうしてる。なんか
ノーマルみたいオリジナルみたいなフィルター、うんうん、でなんか拡大して撮ると、うん、そのなんだ普通に撮るよりもさらに狭い範囲というか、なんていうのドアップにしたような写真が撮れるやつがあって、うん、それがなんかね面白いんだよね。やればよかったねそれ。そう、それも面白いから、うん、ちょっとやってみてほしい。ちょっと言葉で伝えるのは難しいんだけど、うん、そういうのがあるんですよ。ダズカメラのオリジナルっていうフィルターをして、うん、でなんかアップにすると、うん、なんかね、そう難しい。そうそうなんです。いい感じに撮れるってことでしょ。そう面白いからちょっとやってみてほしい、うん、皆さんも。やってみよう。そうそれにね今ハマっております、うん、ダズカメラ、うん、あのそうダズカメラで撮った写真も、うん、これからアップしていこうと思うのでね、うん、そうナーミンが撮ってくれたのでもうめっちゃ可愛いから本当に可愛いからでも私が撮ったナーミンもめっちゃねいいんですよ。めっちゃ私楽しそうな顔してたわ。そう見てほしい。だから載せますね、うん、皆さん楽しみにしていってください、うん、はい、ということで以上ひそひそコロコロトークでした。ではここで1曲お聴きください。 AKB48 で考える人。夢を語る詩人か地獄を覗くものか揺れている僕の48のささやきラジオ。多分山梨石川福井でしか流れないから。続いてのコーナーはこちら。タイトルコールお願い。いつだって君が好きだイエーイこのコーナーは私たちの最新シングルどうしても君が好きなの歌詞から取ったゲストで来てくれた AKB メンバーのいつだって好きなものを深掘りするコーナーになります。うん、はい、私はこのコーナーで、うん、前までは私とゲストさんと2つ出してたんですけど、うん、ちょっと私のネタ切れがきまして、うん、前回からこのコーナー卒業させていただきました。もう卒業。そう、じゃあ今週はナーミンのいつだって好きなものを深掘りしていきたいと思います、はい、では紹介お願いします。私浅井七海はいつだってさつまいもが好きだですよね。はい分かってたよ。でもさこの番組さ、うん、もうズッキーがさ、うん、いや私の方が好きのと早いんだけどなみたいな、うん、やばい、ナーミンまで届いてた。届いてるよ。そう、全然届くよ。そう、結構言ってたかも、うん、ナーミンよりも、うん、さつまいもを食べ始めたのは私の先だっていうのを、うん、秋葉まで届かないから言ってたつもりだったんだけど、うん、バリバリ届いてるよでもそう、確かにそうなのよ、うん、ズッキーの方が、うん、食べてんの早いの。私だってズッキーが食べてるところ、ね、うん、お芋食べてる、うん、動画持ってるぐらいには。あ、嘘。そう、なんか握手会の時、あ、はいはいはい、持ってきてた時に、うん、撮ってるから、うん、それはそうなのよ、うん、でも、うん、私の方が圧倒的な消費量、うん、食べる量が比じゃない、うん、あ、そのいや、その年月を覆せるぐらい、うんうん、私の方が食べてるの。もう本当？うん、
私もでも結構最近も、うん、食べてる毎日。でも私は、うん、もう毎日絶対朝ごはん芋なのよ。うんうん。でもう3週間ちょいで3キロぐらい食べちゃうわけよ、うん、芋。3キロ？そう、うん、毎月3キロ買ってるのよ、うん、一番好きな、焼き芋屋さんから、うんうん、そうで3キロあったらさ毎日食べなきゃいけないわけよ、うん、まあ確かに冷凍しても賞味期限1ヶ月だから。あ、1ヶ月なんだ。あ、そう、でも1ヶ月持つんだけど、まあでも毎日食べないとダメになっちゃうから、ってぐらい毎日食べてる。ちなみに、うん、今はどこのブランドのお芋を頼んでるの？うん、私ずっと爽やかの焼き芋っていうのがめっちゃ好きで、うん、徳島のお芋なんだけど、もうなんかさ紅はるかとかシルクスイートとかいろんなさ、うん、品種あると思うけど、安納芋とか、うんうんうん、あるね。もうそこの農園がもう作ったお芋の種類って感じなの、うん、かも独自に栽培してるから、これ紅はるかですとかじゃなくて、なるほど、もう爽やかの焼き芋、さつまいも。その爽やかはどういう特徴のお芋なの？あ、でも紅はるかに結構近いんだけど、結構甘みが強くってホクホクってよりはねっとり系なんだけど、うんうんうん、でもねっとりしすぎてないから、うん、しつこくなくって、うん、で皮までしっかり食べれるぐらい柔らかくて、うん、で、まあ、でもスプーンで食べなきゃってほどなんかグニャグニャじゃなくて、しっかり食感もありつつ、うん、満足感が高い、うんっていうもん、私の一番理想。へえ。もう気になってきた。え、そう、めっちゃ美味しい。いいな。めっちゃ美味しいんだけど、一、うん、回買おうって思ったら3キロ来ちゃうから。うん、あ、3キロからなんだ。え、そう。へえ。箱で来るの？箱で来る。へえ。すごいな。へえ。なんかそう、うん、芋の種類いっぱいあるじゃん。うん、ちょっとさ種類対決しようよ。やば。いいよ。私もでも知ってるつもりではいるからね。うん、じゃあ私からいい？うん、これはいきます。紅はるか紅ゆうか紅あずまシルクスイート、うん、安納芋、うん、ちょっと爽やかちょっと学んだから入れてもいい？うん、爽やか爽やか、あと何かあったっけ、やばい出てこないかじゃあ6で。待って、今言ったらさ私めっちゃフリじゃない？でも、うん、宮崎紅、ハロウィンスイート、うん、かぼちゃ芋、うん、紅天使、意外と難しいね、品種出すってなったら。なんかどこまで行ったかまず忘れてた。え、そう忘れる。ズッキーが言ったやつは全部知ってる。あ、そう、いや絶対そうだよ。確かに交互に言えばよかったんだよ。やばいやばい、間違えた。え、でも、うん、あのね、かぼちゃ芋ってやつめっちゃ美味しい。ね、知らなかった、かぼちゃ芋って。なんかめちゃくちゃオレンジなんだけど、うん、結構甘くて、なんか紅はるかとか好きな人だったらね好きだと思う。絶対好きだな、うん、美味しい。そっか、なんか最初から知らないお芋の品種がいっぱい出てきてハロウィンスイートとか。いや、すごい、美味しい。すごい詳しいんだね。なんか焼き芋のイベントとか行くと、うんうん、結構そこでしかないなんか珍しい品種とか置いてあったりするから、うん、美味しい。いいな。焼き芋が一番好き？なんか調理法で言うと。うん、そうだね、焼き芋、ふかし芋とか、はい、うん、それが好き。でも、うん、スイートポテトも結構好きだけど。あ、そうなんだ。でもなんか皮付きのスイートポテトが好きで、もう限りなく、うん、芋に近い、うん、芋が好きなのと思う。そのままなんかあんま砂糖とか足してない方が好き、うん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 、芋の本来の味、あ、そう、甘みとか。そう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 。今度また芋について教えてもらおう、うん、ということでありがとうございました、はい、以上、いつだって君が好きだでした。それでは私たちの最新シングル、どうしても君が好きだを聞いてください。 AKB48 でどうしても君が好きだ。
48のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから。先生、せっかく授業でタブレット使ってるんだからサンスタしてくださいよ。サンスタ？え？3日使って勉強できるサンスタ、先生知らないの？知ってるさ。ですよね、先生がさ。何なんだサンスタ。始まってます、サンスタ、山梨日日新聞。48のささやきラジオ、多分山梨、石川、福井でしか流れないから。ささやき握手会。このコーナーはささやきラジオの中で握手会を開催するならどんなセリフを言ってほしいをテーマにリスナーさんよりメールをいただいております。そんな私たちにささやいてほしいセリフを紹介するコーナーです。うん、はい、はい、そう、じゃあ一個ずつね紹介していこうと思います。うん、じゃあナーミンからお願いします。ラジオネーム森ロバートソンさんからいただきました。いきます。ちょっと私とさつまいもとじゃがいもと里芋の結局誰が一番好きなのよ。おーです。これでさ、うん、なんかじゃがいもだけどとか言われたらすごい。確かに確かに悲しい。悲しいよ。ナーミも、うん、一種の芋かのように ね混じってる。じゃあ私さっきのやつにさ、うん、入れていい？ナーミンって品種のやつに確かに入れれるぐらいね混じってるけど、うん、かわいい。美味しいけどね、全部ね、わかるけども、うん、まあナーミンですよ、選ばれたい。もちろんナーミンです。私だったらナーミンって選びます。やった満足はい、じゃあ続いて私が紹介します、うん、ラジオネームドロップさんからいただきました。ねえねえ、あの子とさつまいも食べに行くよりも私といくら丼食べに行こうよ。やだやだいくら丼、いくら丼ってことは、うん、このドロップさんがズッキーと食べに行っちゃうってことでしょ、うん、あ、そうだね、ドロップさんがラーメンと行くかズッキーと行くかっていうってことでしょ、うんうん、悔しいすごいなんかダブルでショック受けてる気持ち。ドロップさんとも行けない上にズッキーとも行けないかも、私何も行けない、うん、ラーメンは一人で一人でさつまいも食べに行くいくら丼めっちゃ食べたよね。え、そう、うん、いくら丼食べたの、北海道のね、北海道の全国ファンミーティングに行った時に、うん、そう、絶対に、まあ、いくらが差し入れとかで出るか分かんなかったけど、うん、絶対北海道の全国ファンミーティングに行ったらいくら絶対食べようって思ってたの、うん、そしたらそのほかほかのご飯といくらが、置いてあって、うん、それを合計3杯食べました。すごい食べてる、すごい。いや、羨ましいな。そう、うん、ミニイクラ丼みたいな感じにして、うんうんうん、3回に分けて食べてたんだけど、そう、他にもね、北海道といえばやっぱラーメンとかあったり、うん、いろいろあったの。うん、もうその日のさ、うん、もうメンバーのインスタのストーリーでさ、開いたらもう、うん、みんな美味しそうでさ、ってなりながら見てた。そう、飯テロ、うん、ね、いっぱいあったんだけど、うん、私はもう中でもイクラ丼をひたすら食べてて、うん、で、帰りに、うん、そう、イクラ丼だけかなって思ってたら、帰りになんと、海鮮丼の、お弁当の差し入れがあって、うん、それを帰りに食べる。あー、もう今お腹空いてるんだよ。最高でした。最高だね。最高に北海道を感じて、帰ることができました、うん。もちろんね、握手会とか、握手会じゃないや、写真会、うん、と、
あとまとめ出しがあったんだけど、うん、それもめちゃくちゃ楽しくて、うん、ファンの方に会えたりとかライブもできたりとかして、うん、本当に充実した北海道でした、うん、ありがとうございました、うん、はい、ということで以上ささやき握手会でした。 AKB48 のささやきラジオ、多分山梨石川福井でしか流れないから。AKB48 のささやきラジオエンディングのお時間です。うん、アミンどうだった？めっちゃ早かった、あっという間だった、ね、うん、早かった。1年ぶりにこうね出演させてもらったんですけど、うんうん、もうずっとまた出たいなって、うんうん、そう思ってたから嬉しいし、うん、そうでもね、うん、お芋の品種のやつはめっちゃ悔しいてか私のさ、うん、出し方がちょっと悪かったよね。山手線ゲームみたいにすればよかったね。そう、うん、山手線ゲームにすればよかったっていうちょっとバカなとこが出てしまったんですけど、でも、うん、やっぱ私の全然知らない品種を知ってたりとか、うん、あのお芋に関してはもう乾杯ですこれからあの私の方が先に食べてたなんて言うのはやめますやっと負けました、やっと出直してきますでも本当に話足りなかった、うんね、でもね来週も出てもらうのでよろしくお願いします、うん、この番組はラジコのタイムフリー機能で1週間以内であれば後から聞くことができます。山梨県、石川県、福井県以外でお聞きの方はラジコプレミアムに登録すればタイムフリーで聞くことができますので、ぜひお試しください。またこの番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは akb@ybs.jp akb@ybs.jp。 またこの番組の感想はツイッターでハッシュタグ AKB48 のささやきラジオでつぶやいてください。ささやきはひらがな、ラジオはカタカナです。ここまでのお相手は AKB48 山内みずきと浅井ななみでした。バイバーイ。この番組は山梨日日新聞社の提供でお送りしました。木曜キックス、月に一度登場する山梨出身の準レギュラーがこちら。山梨の皆さん、椿ファクトリーの笠井由美です。椿ファクトリーのこと、そして大好きなふるさと山梨のことをラジオでたくさんお話ししたいと思っています。いつか山梨大使になれるよう頑張ります。私のコーナー由美の山梨拍手喝采は木曜キックスで月に一度午後3時30分頃から放送しています。聞いてください。スキンスキンスキン。富士山川口